どうも皆さんこんにちは、レイジーチャンネルへようこそ。今回制作するのはバンダイベストメカコレクションナンバー4、機動戦士ガンダムより144分の1スケール RX78 ガンダムです。このキットは史上初のガンプラでもあり、私レイジーが小学生の時に生まれて初めて制作した思い出のガンプラでもあります。いわゆる旧キットではありますが、記念すべき YouTube デビュー作ということで取り上げさせていただきました。とはいえ、ただ普通に制作しても面白みに欠けるので、今回は小学生当時制作した時と同じ工具を使用して作ってみたいと思います。今現在の制作技量で作ってみてどんな仕上がりになるのか、どのくらいうまく作れるのか、その後今現在使っている最新ツールやマテリアルを使ってもう一体制作、制作技量による仕上がり具合と工具やマテリアルによる仕上がりの違いも比較してみたいと思います。制作にあたっては特に詳しく説明することはありません。パーツを切り離してもうただひたすら説明書の順番通りに組み立てていくだけです。なので素組みバージョンはサクッと3分、塗装編は1分半ほどの動画にまとめましたので、カップ麺にお湯を注いでお待ちいただきながらご覧ください。それではどうぞ。
それではじっくりと完成品をご覧ください。認めたくないものだな。自分自身の浅はかさゆえの過ちというものを。はい、というわけでこんな感じで残念な結果になってしまったんですが、引き続きですね、本命の最新ツールと最新マテリアルを使用した作例の制作パートですね、そちらの方をご覧いただければと思います。それではどうぞ。ここからは動画を見ながら詳しく解説していきましょう。まずはパーツの切り出しを行います。爪切りでもできなくはないですが、仕上がりやかかる時間などやはり専用工具をお勧めいたします。より丁寧な工作、仕上がりを目指すならば二度切りはぜひ行いたい作業です。切り取りづらい部品も無理に切り離さず、二度切りすれば楽にきれいに切り取ることができます。私は手元にプリンやゼリーの空き容器を置いて、切り取って出たカスをそこに落としながら作業しています。ゴミも出づらいし、歯にカスが噛み込みづらくなるのでおすすめです。薄刃ニッパーなどいろいろな商品がありますが、初心者の方はまずは2回に分けて切り出しを行うから始めてもいいかと思います。一度にきれいに切り取ることができなくても、後からデザインナイフなどで丁寧に切り取るなど、とにかく焦らず作業するのがきれいに仕上げるコツだと思っています。接着は流し込みのようなサラサラしたものや粘土のあるもの、瞬間接着剤、光硬化樹脂など適材適所で使い分けるのがコツでしょうか。模型のジャンルなどでも変わってくるようです。接着に関してはとにかく完全に乾燥するまでは触らない。うっかり触ってパーツを汚してしまったことが何度もあります。もしそうなっても完全乾燥してからリカバリーしましょう。ちなみに接着の時の掛け声はふんです。ここからは少しだけ難易度が上がりますが、初級レベルの私でもなんとかできるので、視聴されている皆さん、もちろんこれから模型を始めようと思っている方も十分可能な作業内容だと思います。作業内容は動画と説明で分かるよう作ってはおりますが、質問リクエストなどがあれば私の分かる範囲、お答えできる範囲で回答させていただきますので、ぜひコメント欄の方にお願いいたします。またこれからこのレイジーチャンネルにてガンプラをはじめプラモやホビー系の楽しめる動画、皆さんに少しでも参考になるような動画を作っていきたいと思っておりますので、ぜひ応援のほどよろしくお願いいたします。模型制作ではカッターやノコギリなどの刃物、塗料や薄め液などの揮発性有機溶剤、切削作業に伴う細かい粉塵など有害危険なものもありますので、取り扱いには十分ご注意の上、小さいお子様などは大人の方と一緒に作業するようお願いいたします。冒頭パートでの昔作った模型の再現動画からもお分かりいただけるかとは思いますが、私の技量は本当に初級レベルです。ですが今回の動画で
それなりの道具を使えばそこそこのクオリティで作ることができるのがお分かりになるかと思います。ちなみに私の模型歴ですが、2年前に小学生以来離れていた模型に復帰、この2年で5つほどしか完成させておりません。小学生の時は素組み、部分塗装しかしたことがありませんので、そのあたりをご考慮の上、生温かい目で見ていただければ幸いです。なお、今回の動画で行っている加工作業はあくまでも私なりに考えたやり方ですので、もっと簡単で効果のある方法があるかもしれません。いや、あるはずですので、あくまでも一つの例として参考にしていただければと思います。今まで私が作った5つのキットはこの加工自体必要ありませんでしたので、正直なところ後はめ加工なんてこの動画のために初めてやった次第です。動画内でも紹介していますけれども、このクイックドリルとビットのセット、こちらは本当におすすめです。なんせ手軽ですね。決してゴッドハンドさんの回し物ではございません。むしろ回し物にしていただきたい。ここで光硬化樹脂を使用していますが、瞬間接着剤などでも構いません。私の技量的に瞬着の硬化時間内で位置決めをすることができないことと、どうやら私は生まれ持って瞬着を塗ったパーツが指先に接着されるというスキル持ちなので使わないだけです。光硬化樹脂は粘度が高いので位置決めするときに融通が利くこと、自分のタイミングで硬化させられることから重宝しています。コストがかかることが最大のネックでしょうか。旧キットのガンダムの場合、足の関節は同じ構造なので、加工作業も基本的に同じことを4回繰り返す形になります。ここで一つ補足を入れますと、肩関節と股関節の軸の部分には瞬間接着剤で点付けをして関節を固めに調整してあります。
肘関節で全ての後はめ加工が完了になります。続いて塗装から完成までをお送りいたしますと言いたいところですが、動画時間がかなり長くなってしまいましたので、今回はここまでといたします。後編は同時公開いたしますので、もし今回の動画を気に入っていただけましたら、気が向いた時、お時間のある時にぜひご覧いただければと思います。それでは次回、塗装から完成までをお楽しみに。次回後編、君は作り切ることができるか。